嘘は嘘であるとか、見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた、自分に驚いた。なんすか、写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかじゃなくて、あなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問あ、ごめんな題だとさ思いい。ます。埼玉県人です。条例でエスカレーターは止まって乗ることが決まっているんですが、駅で右側皆さん歩いて登っています。日本は法治国家ではなくて同調圧力で成り立っている気がしますが、どう思いますか。ちなみに私は右側で行ってます。真面目すぎますか。あ、僕も割と右側が空いているので右側で止まって、なんか微妙な空気感になったときです。空港に行くときに僕は品川駅で乗り換えをするんですけど、で、品川駅って大体左側は長い列になっていて、で、右側が空いているっていう状態になるので、なので僕右側に普通に乗って歩かないっていうのをやるんですけど、で、まあ、駅のその書いてあるルールでは、エスカレーターでは歩かないでくださいって書いてあるんですよ。なので、僕の歩き方が正解なんですよ。むしろ歩いてるやつが間違いなので。で、ついでに、タイトルの回収に戻りますけど、今回のタイトルを、正しさは人数で決めるべきかっていうのにしたんですけど、割とその日本の人って、正しいかどうかを人数で決めがちなんですよね。なので、じゃあ、その駅のエスカレーターは右側で止まるというのが正しいか間違ってるか。駅の基準というのは駅の人がルールを決めます。なので、その駅長とか、駅ごとに駅長が決めるんですけど、で、そこにエスカレーターで歩いてはいけませんと書いてある以上、右側で立ち止まってる僕の方が正しいのですよ。でも、多くの人は、右側は開けとくべきで、左側の列が進むまで待つべきであるというふうに、間違ったことを思い込んでるんですよ。で、多数決で決まるべきものだというふうに間違って理解してるんですよ。エスカレーター、歩かず立ち止まろう、キャンペーンを実施中です。エスカレーターでの歩行は転倒や他のお客様との衝突など危険な事故につながる場合もあります。すべてのお客様が安心してご利用いただけるようご理解とご協力をお願いいたします。要は、間違ってる頭の悪い人が大勢いて、正しい僕がいるという状況なんですよ。要はエスカレーターというのは歩いてはいけませんというのは駅長が決めています。で、駅のルールというのは駅長が決めます。なので、正しいかどうか駅長が決めるなんですよ。多数決で決めるわけではないんですよ。エスカレーターでぼーっと待ってる頭の悪い奴らは、単に頭の悪い奴らで、正しいかどうかを決める権限がないんですよ。で、じゃあ正しいかどうかというのは駅長が決めます。終わり。なので、駅長が書いてるルールである。終わり。なんですよ。でも、日本の人ってなぜか多数決が正しいというふうに思い込みたがるんですよね。で、多分、学校とかで、多くの人の、要は、みんながやってることを真似するという方にした方が、学校の先生が管理がしやすいので、なので、みんなと同じことをしましょうっていうのを割と日本は教えがちだと思うんですけど、正しいかどうかと、大勢の人が、やるかどうかっていうのは、また別の話なんですよね。なので、まあ、わかりやすい例でいくと、コメントであったんだけど、ちょっと飛んじゃった。変な理屈。説明がちょっとね、飛んじゃった。どっかにあったんですけど、ドイツで昔ナチス党っていう党があったんですよ。で、もちろんドイツも民主主義で投票によって政治家が決まって、で、ナチス党の政治家がどんどん生まれて、で、ナチス党の総統だったアドルフ・ヒトラーという人が、よし、じゃあ、ユダヤ人を集めて殺そうぜっていうのを言ったんですよ。で、多数決でそれは通ったんですよ。ナチ党ね、ナチスの人たち。で、多数決で物事を決めた。で、じゃあユダヤ人を集めて殺す。で、これは正しいことですか？悪いことですか？多数決で間違った判断をしたんですよ。ジャニーズ事務所のタレントは被害者なので、さっさと転籍や独立して今まで通りの仕事をした方が良いと思います。小児性愛の犯罪者の名前がついた事務所で被害者がいるのに放置していた代表取締役が被害者のタレントを使って金儲けをし続けるのはおかしいと思わないのですか？ユダヤ人であれ誰であれ集めて殺しちゃダメでしょ。
で、要は、多くの人が、その、悪い、そのナチスのユダヤ人を集めて殺そうぜって言ったとしても、いや、悪いことだよ。それは多数決で決めたとしても悪いことだよ。っていうので、正しいことと多数決っていうのは別の話なんですよ。っていうのが、割とその、欧州の人たちって結構理解したんですよ。ドイツの結果。その、ドイツの場合って、その、多数決で決めて、多数決で正義を決めてしまった結果、そう、ユダヤ人の大量虐殺みたいなことをしてしまったので、その後のドイツの教育というのは、正しいと思うのであれば、どんなに多くの人が、いやいや、お前間違ってるって言ったとしても、私は正しいと信じなさいっていう教育をし始めたんですよ。要はその、あの時代のナチス党っていうのは、みんながそう言ってるから確かにそうだよねって言って流されてしまって、その、心情的には、いやいや、ユダヤ人殺すとかおかしくねって思ってたとしても、でもみんながそれやれって言ってるし、命令として偉い上司が言ってるんだから、それに従うべきだよね。で、上司の命令に従うのは当然じゃん。だから俺は悪いことをしてるなんてみじんも思わないよって言って、現場の人たちっていうのはナチスの人を殺、そのユダヤ人を殺すっていうのをやってたんですよ。なので、その多数決だから正しいっていう考え方が危ないよねっていうのを思うんですけど、やっぱり品川駅で右側に止まる僕はおかしな人で、そのなんか歩いていこうとする人たちが、そのある種正しいと考える人っていうのは日本人未だに多いんですよ。で、ジャニーズ事務所の問題も僕これ一緒だと思っていて、まあ、今そのジャニーズ事務所のタレントを使うのが良くないよねっていう空気感になって、マクドナルドが使いませんとか、保険会社がタレント使いませんとか、モスバーガーが使うって言ったけど、やっぱり使いませんって言い始めたんですけど、これって、その、ジャニーズのタレントを使うのが良くないよねという風な空気になったから、じゃあ使わないって決めてるだけなんですよ。メディアはジャニーズ事務所を退職したタレントを出さないことで、事務所を辞めるとタレント活動が不可能になる状況に加担した。メディアは共犯者なのにジャニーズ事務所を叩く。連合赤軍は落ち度のある仲間を正義で攻めて殺した。共犯者が正犯を攻めて責任逃れをするのはいつの時代もある様子。本来であれば、その2008年かなんかに文春がそのジャニーズ事務所に訴えられて、結果としていやいや、ジャニーさん、あんたは若い人にその性的な嫌がらせしてるじゃんっていうので、ジャニーさん自体が証言して裁判所に認められているんですよ。なので、その時点で、いやいや、ジャニーズ事務所をタレント使うのまずいでしょ。ジャニーさんのところにお金落とすのまずいでしょ。で、ジャニー北川さんっていう人が若い人たちに性行為をしてるというのを隠蔽していて見過ごしていた役員もまずいでしょっていうのは、あの時点でも言おうと思えば言えたんですよ。でも、そのテレビだったりメディアだったり、他のクリエイター、その他のクライアント、CM クライアントも含めて、でもまあまあ、あれはもう終わったことだから、まあいいんじゃないのっていう空気を作ったんですよ。それは多数が正義を決めるから。なので裁判の判決を見たら、いやいや、明らかにジャニーさん悪いよね、なんですけど、でも裁判の判決によって正義が決まるわけではなく、皆さんの空気で決めるよねっていうのが日本なので、なので結局、ジャニーさんは性加害をし続けたんですよ。いや、僕もね、あの裁判以降、性加害なくなったと思ってたんですよ。その、フォーリーブスの北浩二さんとか、まあその性加害がありましたって本書いてる人がいて、で、裁判にもなって、性加害をやってましたって言って、いや、裁判所で認められたからもう終わっただろうというふうに思ってたんですよ。したら、カウアンさんとかが、あれ以降もやってますみたいなのが出て、マジかよっていうので、僕、驚いた側なんですよ。でも、どうやら、やっぱジャニーズ事務所の人は、それ分かってたんですよね。で、その、性加害をやった人って、ジャニーさんだけじゃないんですよ。マネージャーもやってるんですよ。で、ジャニーさんの性加害の事件が起きすぎたせいで、みんなその小さなニュースとして流れちゃったんですけど、ジャニーさんがやってるんだから、俺がやってもいいじゃんって言って、マネージャーで未成年の男の子に手を出した人もいるんですよ。ジャニーズ事務所で、未成年に性加害をしてたのは、ジャニー北川氏だけではなく、マネージャーもやってました。組織的な犯罪なんですよね、というのを知らない人が多い様子。で、文春が突撃取材をして、で、それまずいでしょって言われたら、ちゃんと認めてるんですよ。で、その、なんか、
性加害を若い子にやってて、で、そこのあのタレントのリーダー格の人に、そう、いやいや、それやっちゃダメでしょって言われてるっていうのも確かにそうだよねと思ってるっていうので、なので、そのマネージャー自身も認めてるっていうので、要は組織ぐるみなんですよ。たまたまジャニー北川さんがやっちゃったっていう事件というより、これはやってもいいよねという組織になった結果、マネージャーが手を出すっていうのも一件見つかってるんですよ。で、これが本当に一件だけなのかっていうと分かんないじゃないですか。っていうのもあるので、実は組織的にそういう行為が進んでいたよねっていう中で、で、その BBC が入って、で、あの国連のその人権委員会とかが来て、で、ジャニーズ事務所が性加害がありましたって認めて、もう、ジャニーズ事務所が認めた以上、性加害はあったんだよ。要はその、あの、過去の裁判でジャニーさん認めたけど、それ以降はまだ未確定だったのね。あの、そうは、いや、性加害受けたって言ってる人もいるけど、まあ、いるかどうかわからんよねっていうところで来て、で、ジャニーズ事務所が認めましたって、あったじゃんって。で、そうなると、さすがに、ジャニーズ事務所にお金が落とすのはまずいよねっていうので、CM タレントとして使えないよねって話になって、でも、ジャニーズ事務所の名前はそのまま継続しますっていうのが、すげえなーと思ったんですよね。あの、まあ、ジャニーズの話を全然じゃあちょっと一回忘れてください。一回忘れていただいて、女子小学生、女子中学生が所属して、ジュニアと呼ばれて、あの、いろんなトレーニングをする芸能事務所があります。で、そこの社長は、女子小学生、女子中学生に性的な嫌がらせもするし、たまにレイプもします。で、それが裁判でも認められました。女子小学生、女子中学生に手を出しているというのを裁判で本人も認めました。で、事務所が調査した結果、確かにそこの社長は女子小学生、女子中学生、レイプしてます。認めました。で、その社長は死にました。で、その後、メイが社長になって、で、うちの事務所は、そのレイプ犯の名前をそのまま使い続けますって言ったら、おかしくね？ジャニーズ事務所の性加害は、ジャニー北川氏が亡くなってるのだから掘り返すな、という意見もありますが、マネージャーもやってるのだから組織的行為でしょ。6人くらいと、ジャニーズ事務所、男性マネージャーもジュニアに性加害していた、本人告白。だってさ、あの、レイプされた被害者の人たちは、その名前を見続けることで、ずっとダメージを受けるじゃないですか。あ、で、要はその、芸能人になりたいと思って、事務所に入って、レイプされて、辞めました。でも、テレビを見るたびに、そのレイプ犯の名前の事務所のタレントが、かっこいい人かのようにずっと表現されて、で、なんかその、冠番組とかで何々って書かれてるんですよ。いや、おかしいでしょ。だから、それ PTSD になるでしょっていうふうに普通思うじゃん。だから、その、女の子だったらみんな理解するはずなんですよ。女子中学生、女子小学生がレイプされる。で、それが何の問題もなく、刑事裁判にもならずに、寿命を迎えました。で、その人の名前を事務所の名前にして、ずっと会社が存続します。おかしいでしょ。でも、被害者が男の子だと、まあまあいいよねっていうのが今まで、あのね、数ヶ月前までの日本は、まあ被害者男の子だからいいじゃないの？レイプされたもん本人望んでたんじゃないの？みたいな。有名になるためだったらレイプされるのも当然じゃない？みたいなことを言ってたんですよ。いやいや、おかしいでしょ。いくら有名になりたい女の子でも、レイプされたらダメでしょ。アウトでしょ。っていうのは、なぜか通らないっていうのが日本の空気なんですよ。だから正義というのは多数決で決めるっていうのを日本がやってるのはおかしいなと僕は思うんですけど、多分日本ってそういう国です。はい、長くなりました。すいません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。Whose fault? It's our fault or your fault? Whose fault? Okay, okay. Choose. Whose fault? いや、帰ってやめましょう。家で今繋いでるんですよね。どこ帰るんですか、うん